さあここでですね、私のパートナーはあのヒーローを呼びたいと思います。この方です、どうぞ。どうもよろしくお願いします。加藤純一です。来たぜ来たぜ、俺たちのインターネットヒーロー。いやー来ました。どうですか、はい、幕張メッセ、この5000人の方々を目の前にして、はい、今の気持ちは多分皆さんには伝わってないと思うんですけど、僕服の下の膝がガクガクに揺れてます。ガクガクに揺れてますね。しかもさっきまでずっと PUBG の配信してたんですよ。してました、さっきまで。あの、ね、ゲーム配信をしてました僕。結構あのチクリのリプライが来てたんですけども、はい、実況でもすでに喉枯れてるらしいです。いやそんなことないですよ、もう仕上げてきました僕。声帯広げてきましたから、ね、マジで、はい、いや今日はですね、はい、まあ、皆さんと共に、はい、僕らの、まあ、ドラマを見ていただこうかなというふうに思います。ドラマ一応ですね経緯を説明いたします。何でしょう、私大石正義、そして加藤純一君がですね、はい、ニコニコの公式放送でニコ生クソ音楽というですね、番組をやっております。やってますね。あれ、はい、純ちゃん何その T シャツいいね。あ、これ良くないですか、これ作ったんですよ僕。やっぱ町会議のステージ立たせてもらえるってことで。いいな、これ作ってみたんですよ。なんかすげえかっこいい。っていうかあれじゃない、純ちゃんの、はい、なんか頬骨と、はい、大石正義さんの、はい、メガネが一緒になった。そうですね、キャラクターですよね。あれ、うわ羨ましいな。まさか俺も着たいな。おお、下に来て、え、それまさか来た。段取り割れた、すいません。来ましたね。来たよ、お揃いで。これですよ、はい。でまあ、このね、ニコ生クソ音楽王という番組を2人でやらさせていただいております、はい、結構高視聴率らしいです。ありがとうございます。噂ここで言うことじゃないかもしれないですけども、そこでですね、今年1月入ってから、うん、加藤純一くん全く楽器触ったことないんですけども、はい、アコースティックギターを始めました。やらせてもらってますよ今。僕が一から教えております。そして、はい、この4ヶ月の間でどこまでできるようになったのか、それをこの超音楽祭のビッグステージで初披露しようじゃないかという、やらせてください、そんな流れになっております。やらせてください。ありがとう。頑張るよ。ちなみになんですけども、加藤純一君、今までライブパフォーマンスというものすらやったことありません。なんならカラオケも行ったことありません僕。あ、そうなの。はい、でももう精一杯やりますよ。つまりなんですけど、はい、この幕張メッセが初ステージになります。そうなんですよ。なんという豪華な。ありがとうございます、皆さんの前で歌わせてもらって、はい。で、まあ、あの本当に4ヶ月間ね、頑張った、みっちり頑張ったんです、はい。そして、まあ、今日は、ゆずさんの夏色という楽曲を披露しようかなと。やらせていただきます。ただ皆さん夏色というとなんかこういう、おこのテンポを想像するじゃないですか、うん、しますね。加藤純一君4ヶ月でここまで行きませんでした。バラさないでよそれ。いや、いきませんでした。ただね、はい、加藤純一くんの速度というのがありまして、そうですね、テンポというのがありまして、はい、まさかの奇跡のバラードになっております。夏色バラードを皆さんにお届けしたいなというふうに酔いしれていただきたくて、皆さんに。はい、純ちゃん大丈夫？大丈夫です。ちょっと C の音出してごらんよ。いきますよ。あー、いい。ちょっと待ってください。僕今すごい初歩的なことやってたけど、王はちょっとおかしいんじゃないかなって思って。あとね、純ちゃん近くで見ると思いのほか手震えてる。ちょっとでもな、あの慣れてきました、はい。いやでもね、僕らはねこのためだけにずっと番組の中で練習してきましたんで。そうですね、純ちゃんもすごいね、はい、訓練を積んできたのでね、はい、そのドラマを皆さんに見ていただけたらなというふうに思います。はい、それでは準備の方よろしいでしょうか。 OK です。 OK、 よろしくお願いします。それではニコのマクソン学校から大石正義と加藤純一でゆずさんの夏色カバーです。聴いてください。
空も雲も僕らでさえもそべって聞くから、この長い中に下り坂を、君は自転車の後ろに乗せて、ブレーキいっぱい握りしめて、全て忘れて波の音の中包み込まれてゆく、はい、この長い長い下り坂を、君は自転車の後ろに乗せて、ブレーキいっぱい握りしめて、下ってく、ゆっくりゆっくり下ってく、ゆっくりゆっくり下ってく。加藤純一にもう一度盛大な拍手を。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。コメントもね、番組見てくれてる方から大成功が過ぎるとか、本当だ、感動したとか、104点とかね、この4点は何なのかよくわからないですけども、限界突破しましたね。ありがとうございます。ここに来てダメージ限界突破しましたけども、104点です。いや、本当純一は素晴らしいです。ありがとうございました。本当ありがとうございました。いやー、まさかですね、2回前このあの、まあ、クソ音楽王で、はい、僕も泣く羽目になるとは思いませんでした。僕もちょっと涙腺が弱まって、いやいや、やばいですね、はい、これね、はい、まあ、そんな、音楽番組、音楽バラエティ番組をやらさせていただいているんですけども、そうですね、その中でですね、はい、オープニングテーマを作らさせていただきまして、大井さんが作ってくれたんですよ。そうなんですよ、ね、めちゃくちゃいい曲、うん、ドラゴンエネルギーという曲をね、はい、中二な言葉をずっと並べ続けたっていうね。そんな、オープニングテーマがあるんですけども、はい、今日はですね、そのオープニングテーマみんなと一緒に楽しみたいと思います。ただもうほとんどの方が初見かもしれません。そうですね、ぶっつけ本番でやることになるので、はい、今日はですね、皆様のためにカンペを用意しました。ありがとうございます。ここでこういう風に盛り上がってほしいというところでですね、僕がカンペをあげます。例えば、ふーって言ってほしいとこは、ふー。お、すごい。ふーってあげたらみんなでふーって言うね。せーの。すげー。せーの。ありがとうございます。じゃあ次、これ。ヒーローって言ってください。せーの、ヒーロー。ありがとうございます。ちょっとカンペが安っぽすぎませんか、これ。これ僕の予算が、僕の手書きです。ね、ニコダマクソ音楽をかなり予算きつきつやってます。ありがとうございます。はい、じゃあ、サビとおぼしき頭の部分で皆さん僕のカンペ見てください。そこでヒーローって叫んでください。あと B メロの部分で皆さんにフーっていう指示を出します。その時はですね、皆さんタイミング合わせて僕のこの、カンペが頂点に上がる時、皆さんがそこのフーポイントでございます。 FP だと覚えてください。よろしくお願いいたします。フーね。じゃあこれでやっていきたいなと思うんですけども、はい、先ほども言いました通り、加藤純一くんライブ慣れ全然しておりません。今回が初ステージということでですね、そうですね、大石さん手持ち無沙汰でどうしましょうという話になりまして、はい、なんと今回はこんなものを用意しました。秘策を用意しました。カラーボール。
これ一応ね、ニコニコ超会議にですね、許可を得まして、カラーボールをですね、これ加藤雄一君、手持ち無沙汰なだけにですね、カラーボールずっと投げ続けます。ちょっと、大石さん、全部バラすんですね、僕の。全部バラす。全部バラすよ。正直に行こう。そうですね、正直に行こう。僕の手持ち無沙汰なんて。ちなみに、このカラーボール、私、大石正義と加藤雄一君のサインが書いてあります。一応、書かせていただいて。で、はい、後ろの方まで届くかわからないですけども、 ね、それはもう純ちゃんの肩次第ということで、はい、皆さんに届けられるように。ただ純ちゃんにもですねパートがあります。セリフパート、そしてラップパートっていうのがあります。その時はですねちょっとここ真ん中に戻って、はい、かっこよくラップとかセリフとか決めてほしいなと思うんですけど。わかりました。大丈夫ですか？バチッと決めます。そこはなんかヒートアップしすぎて向こうの方行きすぎて帰ってけへんとかそういうなんか初めての人ならではの失敗やめてください。あ、そうです。なんかそうなりかけたらちょっと、うん、帰ってきてって帰ってきてって声かけて。わかりました。じゃあ曲中に全部指示しますよやったやった。じゃあ指示してくれるんですね。全部指示する。やった。これじゃ安心だ。で、あと一つ皆さんにお願いというか、はい、やってほしいことが一個あります。純ちゃんが行くぞ幕張って言ったら今日一の声でわーって言ってください。お願いします。いいですか？曲中に行きますよ、はい、曲中に行くぞ幕張って言ったら皆さんでわーって今日一のやつください、ね、そしたらね、ニコニコ生クソ音楽をもう少しだけ番組の寿命が延びますよろしくお願いいたします。存続にかかってくるんですね。そう、存続にかかってきますから、はい、さあそれではですね早速行きたいと思います。最初はじゃあカッコつけてタイトルコールしましょうか、はい、いいですか、はい、じゃあこの辺で背中合わせながら、はい、それでは聴いてください。ニコ生クソ音楽王オープニングテーマ、ドラゴンエネルギー。純ちゃん説明してあげて番組のこと。説明しよう。大石加藤のニコ生クソ音楽王とは最も注目の音楽クリエイター大石正義とニコニコでナンバーワンの視聴数コメント数を誇る加藤純一うんこちゃんがタッグを組んだ、ネットで最も話題になるバズる今までにない音楽バラエティ番組だ。いきますよ皆さん。ヒーロー勇気パワーミラクルドラゴンエネルギーもかないヒーロー加藤のダイナマイト。純ちゃんカラーボール投げて。任せて任せて。はい、はい、We are the bad boys 生まれながら Everyday 泥にまみれながら君もダンスダンスだけなベイベー。からジャンプ溢れ出して街もダンダン狂き出して周りから Like a fire Let's go 行くぞみんなで。ヒーロー勇気パワーミラクルドラゴンエネルギー。 アイヒーロー赤トリルマグナム大石加藤のダイナマイト。さあ純ちゃん次ラップパートですよ、行ってください。 Hey you アンダースター、ここはニコ生アンダーグラウンド、働け母ちゃん、全然金がない。親のすねをかじりながらだけどインターネットヒーロー、笑顔だったら溢れ出してやがて世界を巻き込む。加藤のランバーだ。クラッピングハンズエブリバディ、クラップクラップクラップ。さあ純ちゃん打ってあげて。いけたマグハル。ヒーロー ヌートラゴンエネルギー。みんなでヒーロー加藤のダイナマイト。ニコ生クソ音楽王から大石正義と、そして加藤純一でした。ありがとうございました。
番組の方も見てくださいね。どうもありがとうございました。